そろそろ風邪が治ってきたのをいいことに、パパさんこっそりとアイアンマンガチャガチャを回してきました。一回だけ回したのですが、果たしてその中身とは。ではご紹介。はい、皆さんこんにちは。いつもおもチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。さて、ぼちぼちと、オープニングでもあった通りに風が良くなってきましたので、今回行ってきました。ダキンとな、はい、あらゆるキャラクターを海洋堂スタイルで造形、カプセル級キャラクターの、そのこっちの方が分かりやすいですね。カプセル級キャラクターシリーズのですね、僕大好きなんですけども、アイアンマンのアーマーコレクション、こちらボリューム2ですね。全5種類で1回400円です。400円もしちゃうんですね。ちょっと僕のお財布も痛かったんですけどもね、ちょっとね、1回だけ回してきましたね。1回400円ですよ。何遍も言いますけども400円です。はい、ということでね、私ね、アイアンマン大好きなんで、これボリューム2まで行ってるということをね、今の今まで知らなくて、オープニング作ってる時にね、ちょっと気づいてね、おなんじゃこらって、ちょっとボリューム1も欲しかったんですけど、とりあえずね、ちょっと何が出るかを、これ本当に開けてみないとわからないカプセルなんでね、とりあえず開けていきましょうか。何が出ても多分喜ぶと思うんでね、では行きましょう。どっから出るんだこれ。できれば彩色積みの方がいいかな。色が入っているやつですから彩色っていうのかな。よいしょ。この瞬間がね、この瞬間がもう毎回たまらんですけど、いきますよ。せーの、よいしょ。あ、色が入ってるやつ来ましたね。あ、まだ声調子悪い。色が入ってるやつ来ました。お、これはやっぱり400円発生ということが書いてあって、パーツ3つに分かれてますね。胴体の部分とですね、両足ですかですね、はい、あとそれ以外に書かれるのは説明書ね。はい、よいしょ。アイアンマンアーマーコレクションボリューム2全5種類このようになってまして、はい、今回ボリューム2はこの5種類になってますね。1番からいきましょうか。アイアンマンマーク4で、2番がアイアンマンマーク5で、3番こちらですね、アイアンマンマーク6、こっちですね。4番がウォーマシーンで、5番が、読めない字がちっちゃい、ウィップラッシュマーク2ですか。ちょっと折り目があってちょっとわからないんで申し訳ないです。はい、このような感じで、後でちょっとネットで調べて、今調べようか。今調べます。ちょっと待ってくださいね。はい、わかりました。ウィップラッシュのマーク2ですね。マーク2です。ちょっと折り目が分かりにくかったんですけど。はい。という、全5種類になっております。こういった感じはどれですかね。これですね。ここが三角になってるんで、これですね。今回、アイアンマンのマーク6、3番のやつが出ましたね。はい。他のところはこんな感じです。こっちの方が見やすいですね。あ、これ上だけど表紙のものでした。そして、裏面は、まあ、ちょっと縦だからあれですけど、よいしょ、こんな感じで海洋堂さんからの注意書き、こんな感じですね、やってます。ではちょっと早速組み立てちゃいますか。はい、これいきましょう。もうお世話になっております。切りよいしょ、おー、綺麗に開いた。
よし、まずはボディ真ん中。おすごい重量感がありますわ。重量感、こっちはどっち足だ、こっちが右足で、こっちが左足かの3パーツ。多分特に組み立て方とかもないんでしょうね。はめるだけですかね。手にかな、こうですよね。こっちか、あ、逆だった。おお。おお、やっぱ海洋堂さんのやつはすげえな。すごい。そうですね、海洋堂さんの造形図というのは、ね、ちょっと、あ、ちょっと彩色がどうなのかな、ここちょっと赤い。こんな感じで、おお、4002社、結構大きさもありますよ。で、皆さんで分かりやすい大きさといえば、このまま iPhone、 ちょっとね、汚ね、おいおいおい、いや iPhone に乗っけるとこれぐらいの大きさ。 iPhone5 です。ちなみに iPhone5 と比べるとこれぐらいの大きさ、これぐらいの大きさね、こんな感じですね。いや、よかった。ちょっと色ついてるの欲しかったんでね。おお、かっこいい。とりあえず細かく見せておきましょう。胸より上のアップです。見えますかね。横ですね。反対の横見てみましょう。バックです。背中かっこいい。そして下に。細部までしっかりと作り込まれていて、うん、買ってよかった。めっちゃ満足します。アイアンマンボリューム2、これちょっともう一個ぐらいいってしまいそうですけど、まあ、とりあえず今のところ、あ、ここ稼働するのかな。おお、足取れた。足取れた。あ、セーフでは稼働ではないですよ、ね、はい。ということで、今回ボリューム2アイアンマンの、何でしたっけ、何でしたかな、説明書、あと、あ、アーマーコレクションのボリューム2で、3番の、3番のアイアンマンのマーク6が出ましたね。ちなみに、遅くなりました。今回調子良くなってきたので、ジョージアのキレイの微糖を飲んでいます。この間のやつの残りですね。はい。惜しいです。はい、うん、ということで、今回はアイアンマンのガチャガチャのご紹介でした。ではまた、最後にゆっくりと見せてから終わります。よろしければチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。ではまた。さよなら、バイバイ。
トヨタクラウンアスリートピンク、通称ピンクラと呼ばれていますトヨタのクラウンアスリートのピンク色のやつですね。はい、ピンククラウンのトミカを今回上司で、この間一人でね、上司にちょっと遊びに散歩ですね行きましたら、この子一台だけ寂しそうに残ってて、でですね、なかなかあんまり店頭でね、ある店はあるんですけど、ないとこに本当にないんで、見かけたのが実はね、2回目やったんですけどね、前の時買っときゃよかったなと思ってね、いつか見かけるだろうと思って